とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もタワーの攻略、やっていきましょう。1回目が1回から11回、そして2回目が12回から18回、攻略していきました。今日、第3回目は、19回から27回までですね。ラストちょっと難しいところも、あったりしますので、ちょっと詳しくやっていきたいと思います。まず、18回の報酬ですね。これは何もいりません。取らずに行ってください。で、エンチャポイントが若干余ってますね。バーストクロスボウに入れて、他は入れるやつないですね。これで行きましょう。で、ここ、あまり前に出ないで、ある程度手前から戦っていくといいです。で、今回のキーアイテムとなります、雷の矢筒ですね。これをガシガシ打ってください。で、あとは、まあ、愛のメダル、使える場所があれば、使って OK です。で、クリーパーに愛のメダルを使うときは、若干注意してください。クリーパー。うん。クリーパーに、メダルを使うと、ちょっとね、危なくなる時があるんですよ。うん、逆に、敵が近くにいて、それにめがけて突っ込んでくるので、クリーパーに、愛のメダルは俺は使わない方がいいかなと思います。他のやつに使うといいですね。クリアです。で、ここ報酬で、スケールメール、取っていってください。エンチャントに、クールダウン。つけてください。とりあえず2ですね。で、次で3まで入れます。で、また海底です。めんどくさいです。うん。でも、息吸うところがこの辺しかないので、まあまあ注意していきましょう。愛のメダルと、まあいつものごとく、雷の矢筒ですね。使っていけば、問題ないと思います。行くぞー。このね、矢のね、軌道をある程度見切ることができれば、うん、楽にいけるとは思いますけども、ま、慣れが必要なんですよね。よし、終わり。まあ、もしもちょっと難しいなって人は、ちょっとね、エンチャントが回復するまで待って戦ったりしてもいいのかなと思います。うん、愛のメダルがね、結構役に立ちますので、OK! 終わりでーす。まあ、あまり急ぎすぎないようにね、行きましょう。まあまあ、俺は結構、なんだろう、20周とかやりたいんで、急ぐこともあるんですけどね。はい、報酬何もいりません。そのまんま行きましょう。ここがね、結構めんどくさいです。うん、リーフ出るので、あいつには、要注意してください。とりあえずこの辺で、戦うとそんなにダメージも受けませんし、いい感じだと思います。リーフもう一体来たね。しゃ。雷がいい感じすぎる、本当に。敵が多ければ多いほど、もう雷は強くなるので、もう敵のね、中心にぶち込んでやりましょう。もう一気に倒せます。もうこの連鎖のダメージだよね。連鎖ダメージがもうすんごいんで。待って。ここでね、リーフを倒しておきたい。OK。あいつがね、いるとちょっと動きにくいんで。早めに倒しておきたいところ。おしまいです。結構前に出てたな。で、矢が、3本とか余ってたら、必ず全部打ち終えてから、次の回に進むようにしてください。残さないようにですね。で、ここ、報酬、いりません。そのまんま行きましょう。で、クールダウンをね、3にしていってください。で、ここ、結構めんどくさいです。この辺から戦った方がいいです。この辺から。うん。この辺から戦った方が、まあまあ安全かな。よし、風使いとかもここいるんでね、注意してください。オッケー。いけ。任せたぞ。とにかく前に出すぎないように、あとは愛のメダルと雷の矢筒、それをもう、
めちゃくちゃ使ってください。うん、近接で戦うのはここはおすすめしません。とにかく遠距離で行っちゃってください。やばいな、あいつ大丈夫か。ああ大丈夫ね。クリーパーはね、敵の方に行っちゃうので、敵がもしも自分の近くにいると爆発するんで危ないですよ。はい、報酬何もいりません。次行きましょう。んで、エンチャポイント余ってます。入れていってください。まあ一応、うん、死なないとは思うんですけども、死んだ時にだいぶ役に立ちますので、ライフブーストが結構おすすめです。 HP がかなり増えるのでライフブーストはいいですね。でここがね、めんどくさいんですよ。めんどくさい。雷の矢筒で一気に行くといいんですけども、途中でね、矢筒がなくなったりするんですよ。やっぱり いけるか。あー危ない。しゃー。でここでね、あの危ないって思った人は矢筒が回復するまでここら辺で待ってもいいです。待ってもいい。うん、一応あれがあると本当に安全なんで。で基本ここはクリーパー多いので弓で戦ってください。もう前に出ない、危ない。後ろから戦うのがいいです。で1体後ろにね、湧くやつがいるんだけども、そいつも後ろに下がって、処理した方がいいです。挟まれる感じになるとちょっとまずいんでね。 OK、 いけー。おお、固まったな。よし、 OK。雷でいきましょう。本当にね、雷は強くなった。めちゃくちゃいい。もう普通のね、ダンジョンでもそうだけども、特にタワーではね、役に立つね。むちゃくちゃいいね。よし、終わり。クリアでーす。23回俺結構嫌いなんですけどね。うん、まあまあ、あまり前に出すぎないように行けば問題ないと思います。報酬はいりません。で商人ですね。商人ではもちろんメインウェポンであるバーストクロスボウ、これを上げていきましょう。107。まあこれだけあれば、うん、まあこの先全部倒していけるので大丈夫ですね。でここ、この辺で戦うと危ないので、こっち側で戦ってください。おすすめこっち側。息吸うとこもここにあるんでね、これ息をスイスイやってください。あっちの方行くと本当に危ないです。で矢をしっかりと避けつつ戦ってくださいね。この矢を避けるっていうのも結構いい練習になるので。よっしゃ、行け。ダメか。前に進んでくれないか。はいはいはい、いいかな。よし、 OK。 でここでね、1回ね、愛のメダルを使っといてやると戻ってきた時に結構楽です。愛のメダル使って、で下に進んでいきましょう。戻ってくる頃には、残り 2,3 体になってるので、そこにね、雷の矢筒を打ち込めばおしまいですね。でここもあまり急ぎすぎないように行きましょう。急ぎすぎると落ちてしまって、もう結局時間かかったなーっていう風になるので、もう一個ずつ確実にね、行った方が、まあいいと思います。はい、どうだろう。敵はどれぐらい減ってるでしょうか。あ、意外と残ってるな。意外と残ってたな。よし。終わり。では次に行きましょう。報酬で森の矢筒ですね。これを愛のメダルと交換していってください。でここ、問題ないです。ビーコンを起動させるんですけども、周りに敵がいるので、それを雷の矢筒、そして、森の矢筒ですね、それで、粉砕していってください。で先にね、エンチャンターいるんですよ。あいつをまず倒してください、エンチャンターを。そうしないとちょっとめんどくさいので、エンチャンターを、あ、今倒しましたね。
で、もう一体いる。ああダメだった倒せなかった。エンチャンターいるとね、敵が強くなって、めんどくさいんですよ。なので、まずはエンチャンターを、うまいこと処理できれば、早いですね。はい。クリアでーす。ちょっとうまいこといかなかったけども、問題なかったですね。さあ、で、ここ。何もいりません。ボスに行きましょう。で、ボス、まず、一体早めに倒したいところですね。森の矢筒を装備して、出てきたところに、ドラを使います。で、ガシガシ打ち込んでください。あぶねえあぶねえ。うまくいかなかったなこれ、うまくいけば、今ので、倒せてたんですけどね。はい。まあ、今のは、よろしくない方でした。まあまあ、でもまあ、問題ないと思います。近接じゃなくて、もう周りから、矢をちょっとずつ打っていく感じで、倒してください。あ、いけたね。あと、シールドが1本。こいつがどうもあれなんですよね。近接攻撃では、シールドが破れないっぽいですよね。なので、まあ、ここは、バースト。クロス棒の出番です。はい、どんどん打ち込んでいくだけで勝ちましたね。はい、27回クリアです。今回のキーワードは本当このバーストクロス棒ですよね。これがめちゃくちゃ強いと、雷の矢筒もうぜひ使ってください。めちゃくちゃ強いです。報酬はどうだ。今シーズンはいいの欲しいよ。お、最悪、最悪だ。いやー、連鎖反応3でやってくれ、2だった。うわー、いや最高のやつかと思ったけどな。連鎖反応2か。いやでもまあ、悪くはないか。悪くはないね。他はいらないですね。よし惜しい惜しい。まあ、とりあえずこれ取っていきます。ということで、3回に分けて、放送しましたタワーの攻略ですね。今回ちょっと難しいとこありますけども、まあ、やり方さえ分かれば、全然いけると思います。やってみてください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。